パトリック・ヘンリーはアメリカ合衆国の弁護士、政治家である。スコットランドから入植したジョン・ヘンリーの息子としてバージニア植民地の農園において誕生した。パトリックは幼い頃から本に慣れ親しむというよりは、むしろバージニア植民地の森や川といった自然に親しんでいた。このようなパトリックにラテン語、ギリシャ語、さらには数学を教え込んだのは牧師をしていた叔父と、 教養豊かな父親であった1754年、ヘンリーはサラシエルトンと結婚することになり、双方の両親は若い二人に6人の奴隷付きの300エーカーの農園を買い与えた。だがその仕事に向いていなかったヘンリーは、2年後にはその農園を売却してしまった。その後1760年、ヘンリーは弁護士となり、成功を収めた。というのも、 頭脳明晰にして、弁絶爽やかというよりはむしろ、下はじびを吐く激しい弁舌に長けていたからである。弁護士の口頭諮問に合格すると3年も経たない、うちにヘンリーは1185件もの訴訟を処理する忙しさとなり、しかもそのほとんどの訴訟において勝訴を勝ち取った。1763年、ヘンリーが27歳の時には、その名は、 バージニア全域に知れ渡るようになり、有名な教区牧師の訴訟申し立て事件の弁護士となった。この事件は、バージニア植民地議会が、牧師の給与が、タバコで、しかも、タバコ1ポンドを2ペンスという一定の比率で、換算して、その金額が通貨で支払われるべきことを、バージニア植民地法として制定したことに対する、異議申し立ての訴訟であった。 当時たバッは市場において6ペンスで売買されていたので、ヘンリーはイギリス本国政府が植民地に必要かつ適切な法律を制定していないとして、市場価値との価格差を1ペニー以内に抑えるべきことを主張した。植民地議会において飲酒法の制定に反対の演説を行うヘンリー・ピーター・フレデリック、ロザメルやがてヘンリーはバージニア植民地における イギリスの支配に異議を唱える者たちの代弁者となった。バージニア植民地議会の議員として植民地を抑圧するための因子法等の一連の条例に対する反対、運動を指導することになった。ヘンリーの最も有名な演説は1775年3月23日に行われたもので、バージニアはイギリスの支配に異議を唱えるニューイングランド地方の 抵抗運動に参加すべきことを訴えて、特に有名な次の発言を演説の結びとした。特に最後の最後の自由を与えよ。力ずんば、死をという発言は歴史に記憶される名文句となった。独立戦争勃発後は、バージニア国の利法の起草に参画し、1776年から1779年まで、バージニア国の初代知事を務めた。 知事時代にヘンリーは軍人探検家のジョージ・ロジャース・クラークに当時はまだバージニア地方の西方地域に過ぎなかったケンタッキー地方からアメリカ大陸北西部の探検を命じアメリカ北西部地域の形成と成立に貢献するところが多かったヘンリーは1787年に提示されたアメリカ合衆国憲法に異議を唱えたそれというのも 独立後の各州の主権が脅かされ、人民の権利も脅かされるのではないかと危惧していたためであり、その受け入れに難色を示していたためである。アメリカ合衆国憲法修正第1条から第10条、人民の基本的人権に関する宣言、権利焦点が採用されるにあたっては、ヘンリーの強い影響力の行使があったと言われる。権利焦点が取り入れられてからは、 ヘンリーは憲法の支持、擁護に回り、やがてはアメリカ合衆国政府発足後に結成され、強力な中央政府の必要性を主張する連邦党の支持者となった。そして1799年、ヘンリーはバージニア州のレッドヒル農園において63歳で死亡した。ヘンリーの遺体はレッドヒル墓地に埋葬された。ありがとうございます。